カメラ大坪です。おはようございます。今日はですね、高円寺に来てまして、あ、この青いとこレジェですね。僕よく行くとこですね。で、今日はですね、このビルの中にあるゴシックさんっていうお店にお世話になろうと思っています。大会山のボージェストでお世話になってる瀬山さんにね、新しいお店できたよっていうことでご紹介いただいて、今日行ってみたいと思います。で、今日着てるものはですね、上がスウェーデンの M なんだっけ、レジェで去年ね、壺を置くさせてもらった時に買わせてもらった。で、中がジュジュカさんで買った、この間買った、ウエストコートかな、モールスキン、袖がモールスキンで、コーデュロイ、いい質のコーデュロイですね。動物のボタンがいっぱいついてるやつ、これ結構気に入ってますね。で、パンツがユーロ規格のリーバイス606かな、細身のやつですね。で、靴がパラブーツのチロルか、前京都の樺沢さんのとこで磨いてもらったやつという感じで、今日はユーロを意識した感じで伺おうと思います。ここですね、ユーロワーク、ミリタリー、ゴシック、どんな店でしょうか。行ってみましょう。ゴシックの、オーナーの近藤です。近藤さんと店長ですかね。はい、大本と。大本さん、はい、今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いつできたんでしたっけ。昨年の9月4日オープンなんで、今で4ヶ月半とか。4ヶ月そのぐらいです。もう割と出来たてほやほやで。そうですね、まだ、ね、はい。で、ここ扱ってるものが、ユーロワーク、はい、ミリタリー系で、年代の古い 40、50 年代ぐらいが中心ですね。あ、そう、もうヴィンテージバリバリですね。そうですね、はい。で、ミリタリーものと、はい、お店開く前は何やられてたんですかね。お店開く前は、まあ、古着の関係で仕事してまして、で、それでまあご縁があって、お店を開かせていただきました。うん、なるほど。ユーロヴィンテージとかそういうものが好きだった、もともと。まあ、好きから入った仕事ですかね。特にお好きなのは どの辺のものが。個人的には定番どころもちろん好きなんですけど、ちょっと変わった軍物とかヴィンテージの生地感がやっぱ好きなので、まあ、40、50年代の昔のものとかやっぱ好きですね。これいい生地ですよね。これ、ありがとうございます。ピケですね。しかも状態がいいです、ね。デッド、あ、デッドから自分で、はい、洗って、サイズ感バッチリですね。バッチリですね、めちゃめちゃ。これは、はい、これいつぐらいのものですか。これは50ぐらいですね。50年代もともと。フランスのものですかね。そうですね、フランスですね、これは。もともと金のボタンがついてたんですけど、ちょっと使いづらかったんで、自分で付け替えて、あ、黒にね、はい、裏もここも書いてます。あ、いいですね、はい、ハンティングですかね。ハンティングですね、これは。ハンティングですよね、はい、いいですね。ありがとうございます。かっこいい。で、大本さんは、はい、なんでここに至ったみたいな。僕は前職全く違う仕事で、柔道整復師っていう国家資格を持って、そちらで働いて、でその後転職の時にオーナーとたまたまそれこそご縁があって、はい、声をかけていただいて。え、柔道整復師って骨継ぎ、いわゆる。ああ、そうですね。日体大の周りによくあるような。あ、そんな感じです。ああいう感じですね、はい。ご自身も何かやられてたんですか。もともとそうですね、小学生の頃から陸上競技をやっていて、はい、アスリートからの柔道整復師行って、そうですね、ヴィンテージに行くってよく分かんない。このパンツいいですね。はい、ベルギー軍ですね。あ、ベルギー軍、はい、いい感じにやれてて、はい、そうですね。これワークですか。フランスワークですか。これモールスキンの、モールスキン 40、50 年代ぐらいの。あ、こういうものがいっぱいあるんじゃないかなと思って、今日はね、壺を置くさせてもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとざっくり見させてもらいます。はい、はい、お願いします。これシェフパンツとか。そうですね、これセットアップか。一応メーカーが若干違って。あ、そうなんですね。こっちがモリネル、でこっちがアドルフ・ラフォンです。あ、ラフォンですね、はい。別に上下合わせても全然いいですね。あ、そうですね、全然合ってくれるからで。春先とか。そうですね、爽やかですよね、はい。これセットで着る人もいます。僕は上だけで着てます。あんまいないですか。うーん、意外と見かけないかもしれない。意外と見かけない、はい、チャンスかもしれないですよ。確かにそうですね、新しい着こなし、はいはい、うん。これいいですね。これ、あ、これもレッドですか。そうですね、それも紙タク付きの。紙タク、シンチバック付いて。結構うち基本的にコンディションいいものが多くて、うん、半分ぐらいレッドかな。半分ぐらいレッドだと思います。多分そのぐらい、はい、半分ぐらい、4、50年代ぐらいのものがレッド揃ってると思います。すごいですね。レッドじゃないですけど、ほぼミントコンディション、綺麗ですね、はい。この辺は、これ羊飼いのやつ。そうです。
これも綺麗ですね。それも多分デッドです。デッドですね。え、デッドですか、これ。それもデッドです。表面ちょっとテカテカしてるのが、はい、卵白が当時の加工でされているんです。卵白ってあの卵、白身？あ、そうです。それが洗っていくとすぐ落ちちゃうんですけど、うん、それがまだ落ちてないテカテカの状態なので、おそらくデッドかと。これこういうの着たことないけど、後でちょっと着てみてもいいですかね。ぜひ。これ卵白落ちたやつ？それ落ちたやつです。あ、分かりやすい。でも落ちた感じもかっこいいですね。そうですね。インディゴリネン特有の。こういうのもいいですね。これサイズちっちゃいかな。ちょっと小さめですね。ちょっと小さいですかね、はい。どうしてもここ裾にゴムが入ってるので、結構身幅がちっちゃく。なので前開けて着るんであれば、うん、多分着れるんじゃないかなと思います。あ、これダブルブレストになってるですね。これ。そうですね。これ確かオランダのものですね。これワークですか。なんだこの、あ、このワークマンみたいな感じなのかな。かもしれないです。いや、これもだって紙タグついてるのかな。デッドだからなかなかサイズ感が難しい。横はそんなに縮まないと思うので、はい、縦結構縮みますよね。そうですね。あの乾燥機をかけるかかけないかでも、うん、多分結構変わってくると思うんですけ ど、ね、乾燥機かけると多分マックスで5センチぐらいは。5センチ、はい、こうお話しながらね、はい、いろいろ聞かないと分かんない部分多いです、ね。まあ、そうですね。どうしても新品デッドストックは難しいですからね、サイズ感。ゴシックってどういう意味でしたっけ。ゴシックは、まあ、ご覧とかのゴッとシック、上品って意味なんですけど、まあ、それで上品で丁寧な店を目指そうってことでゴシックっていう店名にしました。丁寧な接客ですね。そうです。本当接客は力入れてるんで、なんか分かんないこととかあれば聞いてもらえればスタッフが答えるんで、はい、そうなんですよ。最初にね伺った時も、あ、かなりこうしっかりお話、まあ、聞いてくれるし、はいはいはい、聞いたことに答えてくれるから。そうですね。あ、いいお店だなのかなと思って。ありがとうございます。これ何ですか。これなんかいいですね。あの岩手の作家さん、はい、ノラさん。ノラギのノラかな。あ、そうですね。でそこであのフランスだったりとか日本の古い生地だったりとか、うん、その古い服を解体して、うん、もう一回つなぎ合わせて、って形でやってます。いや、いいですよ。そういうの好きですよ。はい、なので これいいですね。そうですね。フランスの古いシャツを3枚ほど解体してつなぎ合わせて、これつなぎ合わせてこう。そうですね。なのでこう見比べると地味にちょっとピッチが違ったりとか、少し柄が違うストライプが入ってる。確かに、はい、まあ、そこが面白いですね。そうですね。元の形は日本の古いシャツをデザインソースにしてるそうです、うん。ここが残り黒染めです、ね。ここ黒染めゾーンね、はい。これも染めたんですか。そうですね。これ元々何ですか。イタリア軍のラバーパンツで、うん、ベージュのカラーだったんです。こっちが元なんですけど、これ元、はい、これオリジナルなんですけど、オリジナルを染めるとこうなる。ちょっとゴム引きですか、これ。そうですね、ゴム引きで、多分されたら分かるんですけど、うん、ちょっと染めたことによって生地感変わってるというか、うん、変わってる。で若干縦も縮んでる。履きやすいのはこっちですかね。まあそうですね、はい、こっち結構ラバラバしてる、ね、結構硬いんで。もうデザインかっこいいですね。デザインめちゃめちゃいいですね。もともと何のパンツなんですかね。イタリア海軍のデッキパンツなのかな、うん、って思うんですけど。あー、いいじゃん、ダック。これフランスのダックですか。そうですね。すごいアメリカっぽく感じるんですけど。いや、すごいアメリカっぽいですね。そうですよね。めちゃめちゃアメリカ風ですよね、うん。この辺の、これはハンティング。そうですね、一応それもハンティングです。フランスのハンティングですか。はい。セットであるんですね。そうですね。やばいですね、このセット。なかなかパンチが効いてる。なかなかですね。この辺47ですか、これ。そうですね、47のサイズ違い。サイズどれぐらいですか。こっちが41、あ、43か、43で、こっちが41です。ウエストが1か3で選んでいただいて、うん、レングスはちょっと背が大きい方だったらそのままで、うん、まあ、あの背が高くない方だったらロールアップで、まあ、ロールアップ、はい、ウエストがだから、そうですね、一番ちっちゃいのか3か、ね、1はなかなか、1って結構ちっちゃくないですか。76前後ぐらいです。3だと80ちょっとは、うん、3は、はい、結構ね、大人にはちょうどいいんですよね、うんうんうん。うわー、これいいコーデュロイですね。そうですね、ふわふわで、うん。あ、動物ボタンの種類が全部違うシリーズですね。あ、そうですね。イノシシ、ハウンドドッグ、馬ですね。キツネ、キツネですかね。そうですね。あ、このこれはセットアップではないのか。そうですね、セットアップではないです。前にこれのセットとなるジャケットがあったんですけど、うん、それはもう売れちゃったんです、ね、売れちゃいましたね。いいですね、このエレガンスパリスって書いてある。そうですね、この2、30年代ですか。2、30の、それも多分デッドかと思うぐらい状態がいいですね。めちゃくちゃいいですね。ちなみにその横のチームもデッドですね、はい、カグタグ付きの。うわ、本当だ、はい、やばいですね。近藤さん、やばいですね。あ、ありがとうございます。
ちゃこれ見たことあんな俺これちょっと合わせてみようかな。ほら今着てるもん俺着てるやつをこれ着替えようかな。色違いで色違いで、はい、このアンサンブルで着てみようかな。あーいいですね。パンツこれ履いてこれ上これ着てこれ着たらもうこっちでもいいのか。そうですね、それもいけちゃいます。ちょっと合わせてみようかな、はい、着よ着てからこっち考えますね、はい、こっちも良さそうですよ、ね、ブラジもそうモール好きなんです。うわ結構身幅が大きいので。お、こんなこういう大きめってなかなかなくないですか。なかなかないと思います、ね、ここまで大きいのないですよね。なかなかないですね。相当珍しいと思います。ね、身幅すごいある。あ、袖もちょうどいいじゃん。こっちに変えてもいいですかね俺しかもブラックモールスキンがここの色とここ違うんで。あ、そうなの。あ、本当だ。どう作られたかちょっとわからないんですけど生地違いますね、はい、でこのコーデの色が違うっていう。あ、本当だ。これわかりますかね。ここの袖と背中セミゴロ違うんですよ、ね、こことここ。あ、でもサイズ感抜群じゃん。いいですね。ね、いいですね。いや、これいい。こっちも欲しいな。パンツ変えてもいいですか。はい、ぜひ。超肉厚の太うねの部類に入るのかな、これ。そうですね、きっと、うん、いい感じっすよ。丈ちょっと長いと思うんで、これまくらせてもらおうかな。お、裾にレザーの補強が入ってる。作りがめちゃくちゃいいっすね。丁寧ですね、やっぱり。今じゃこんなことしないですか、ね、こんなことしないもんね、はい、たまらんすね。今ちょっと試着させてもらったんですけど、めちゃくちゃいいっすよ。こんな感じですね。裾もまあ一つ折ってもいいし、このレザーの補強を見せるのもありですね。あー確かにこれいいですね。それもこんなの今ついてないよ。抜群にいいっすね。サイズ感が良すぎますね。サイズ感ジャストですね。このシルエットたまんないですね。このボワッとこう。そうですね。さすがにこういう試着した人はいないんじゃないですか。いないですねはい、いけますね。いけますか。紙タグ付きの、これも古いですよね。そうですね、それも50前後ぐらいですね。これが20、30年代、20、30年代、50年代、50、60。うわ、上のこれもいいっすね。この形綺麗ですね。形いいっすね。セットアップできちゃったな中に着てるウエストコートをベストにしてもいいのかもしれないですね。あ、そうですね。レッドですよ、まさか。抜群ですね。ブラジの状態も最高ですね。いいもんだわ、これ。ありがとうございます、はい、これはね、テンション上がりますねせっかくパンツ履いてるから着替えるついでにまたパンツ試着しようかな。このコーデュロイもいいし、これなかなか面白い、ね、これなんていうとこですか。ラブルールっていう。ラブルール、はい、トップボタンが3つ。あ、本当だ。あって股上がすごく深くなってます。うわー、これトイレしたい時大変だよこれこれ見てよ、これ何個って 1、2、3、4、5、6、7個。いや、もういいっすよこれ。これもこれはこっちは古いですね。30年代ぐらいのピュアウール使ったドレスパンツですね、はい、すごい質感いいわ。これデッドですか、これひょっとして。そうですね、おそらくデッドだと思います。やばいね。こっち行ってみます。こっちから、はい、あ、上まで上げちゃえばそのいいですね。そうですね、丈感も本当これ股上だけなんで。今着させてもらいました。初めての感覚ですね。うん、いや面白いね。これ何パンツって言うんですか。これもおそらくワークパンツではあると思います、はい、綺麗ですねこれもね。生地感がやっぱいいな。ジャケット合わすならありがたいですね。そうです ね, ね。それも多分状態デッド。これもデッドですか、まあ、ザ・ハリスツイードですね。あ、いいですね。まあいいですねこれはこれでねいいですね。そこがクッションしてるぐらいがそのジャケット似合うかもしれないですね、うん、まあ、ドンピシャだなこのジャケット。ちょっとだけ数センチ上げれば、うん、生地がいいな。でしかもこれ地味にエルボーパッチがついてるんですよ。あ、本当だ。しかも形変。そうなんです。ちょっと変わった形の。丸くない。確かに。キャラ感が出るな、これな。ちょっと黒い方。はい。あ、やっぱめちゃくちゃいいな。ちょっとこれピックしてなかったけど、近藤さんに勧められて履いてみたらかなりいいじゃんみたいな。どこですか。これもフランスですね。あ、これフランスですか。はい。
なんだこの柄は。折りがいいね。赤嶺先生に聞いてみたいな。いいっすね。なるほどね。こういう感じです。普天からバーバリー、まあ、かっこいいけどちょっと際どいな。おじさん感が。コート着るならこのパンツじゃない方がいいな。一回これ履き替えていいですか。はい。この辺のダブルブレストのコンブレは、はい、イタリアの海軍です、ね、あ、イタリア海軍ね、はい、急にちょっと現代風。でもかっこいいな。それもデッドですね。ね、サルトリアマリーナミリターレだから海軍のスーツって感じでしょうね。肩狭いか。おちょっとタイトかな。細身に着るならいいけど。そうですね、ギリギリですね。イタリアっぽいっす。イタリアっぽい。イタリアっぽいね、うん、これワンサイズ大きくなったら買うな。それのユーズドというか、あのワッペンみたいなのついてるやつを外した状態ですが、多分あるにはあるんですけど。それサイズ大きいのかな。ちょっと比べてみないとって感じですね。おっ、これなら、あ、これいいですね。いいですね。今だったらここ抜きますね、僕。そうですね、抜いちゃってもいい気がします、うん、肩抜いて、はい、生地感ね、綺麗ですよ。コンブレいいっすね、このコンブレ、ダブルのコンブレ。いや、そうなんですよ。あ、ベントも入ってないんだ、これ。あ、そうですね。本当に礼服ですね。そうですね、もうクラシックな。うん。いや、お直しのこと考えてるな。いや、そういう楽しみもね、ありますからね。自由ですよ、皆さん。自分の体型に合わせて直していただければ。